軍略の対語る孫子のせいがこのような怪談児とは驚きじゃねえもっと線の細い軍師伝とした男かと思っとったよまあ書をしたためた祖はそうであったかもしれんな俺は軍略を生かし戦場で賭ける男だふん、わしと気が合いそうじゃねえ高等の虎と甲斐の虎 二式で戦場を駆け抜けちゃおうか。うん、我らの僧がで敵を切り裂かん。信玄度の。気分の旗には風林火山と対処してあるそうだな。そうじゃよ、お琴のご先祖様が表した兵法書から拝借しての。 やはりそうであったか。その早きこと風のごとくその静かなること林のごとく侵略すること火のごとく動かざること山のごとしうん実にかっこいいなところで兵法書にはあと二つ文言があったはずだ。 尻がたきこと影のごとくと、動くこと雷帝のごとし。なぜその二つは外したのだ？うーん、難しい字だから、可能。みんなが読めてわかるのが旗印には大事じゃよ。はは、なるほど、確かにその通り。お見それしたぞ、甲の虎よ。 精進殿。おこと、若い頃はやんちゃだったね。信玄殿、と、突然何を。ごまかしたって無駄じゃよ。一見お茶目なわしの仮面の奥の目を見てごらん。驚くほど鋭いじゃろう。た確かに、信玄殿の仰せの通り、自分は若い頃はその。 若者らを率い助手あたりで暴れていましたサルド曹操殿と行動を共にするようになり自分も感化されて良き将となろうと志し今の自分があるのですなるほど今ではいい思い出じゃねんお恥ずかしい限りです信玄殿の若い頃は いかかがでしたかいやむしろ逆かのう文学少年じゃったよ若にハマっておってな今日の貴族と本を作って出す相談をしておったほどよそれが親父にバレてな大目玉じゃよ武田の着手が軟弱なとまあ怒られた怒られた若もやめさせられてのう しかしその知ったあってこそ今の信玄殿があるのでしょう今となってはご尊夫との良い思い出父親はそのあと追放しちゃったよまあお互い若い頃の良い,い思い出じゃねさように明るくまとめられてももう随分時間を共にし 互いにととえるほどの仲となった。それでも引っかかるかめ、ね、会った頃にした話が「我らは忠厚をもといに生きております」「やはり小野が父親を追放する」というのは信玄殿のことは無論「知気」とは思っておりますが自分に気を使わせまいとおどけられたのでしょう。 本当は信玄殿の心中でもさまざまな葛藤があり父君を追放せねばならぬ状況だったのはわかりますその通りじゃ宗神殿わしは苦しかっただが国のため民のためせねばならんかった父上すまん申し訳ございません とでも言えば満足かね信玄と。わしは謝れんよ謝って済む話でもないし謝っていいことでもないそしてそれを承知でこの道を選んだ「章足らんと発作は中告を捨てよ」とは言わん。だが大事にあたっては 災いを転じて福となすため忠孝を超えた判断をする覚悟も必要となる曹操殿はその覚悟をお持ちの方じゃよ若き日の三田んだ仁殿はきっとそんな曹操殿に惹かれたのであろう確かにそうかもしれませぬ信玄殿のお教えしかと胸に刻み申した 自分も覚悟を新たにし殿の道を支えましょう信玄殿あんた孫子がお好きなんだってねその早きこと風のごとくその静かなること林のごとく侵略すること火のごとく動かざること山のごとくで 尻がたきこと陰のごとく動くこと雷神のごとしと続くわけだ孫子の軍曹編だねどうじゃろ食えない軍略家同士兵法について語り合わんかね申し訳ないが俺にとって兵法とは実践するものでね兵は差をもって立ち利をもって動き 文語をもって変をなすものなりってあるだろう千んばんかする兵法を語るなんて意味がないただそうだなウロの争いで実戦とあらばぜひご一緒したいねなるほどいごで兵法を論ずるかねいいよならば早速参ろうか 信玄殿,言殿また囲碁の誘いかないやもうこれだけ仲良くなったんじゃから角殿の兵法を教えてくれてもいいんじゃないかねうーん別に隠してるわけじゃないんだがね兵は軌道なりこれ我が兵法などと威張ってみてもいいがこの前も言った通り 状況に応じてやり方を変えてるんでねこれといった方法は確立できてないんだじゃがその軌道で史上理覚に天下を取らせ曹操殿を退けたその際その兵法やはり極みと言わざるを得んその兵法 幻名ゆえ語るを得ぬのは了解したなればそばにやって見極めるほかないのだからわし角殿と一緒にいることにしたよアッ <laughs> これは気が抜けないような心強いようなまあご期待に添えるようせいぜい頑張ろうか